どうもお疲れ様ですタカさんお金を稼ぐ体験ね。これがね、あの、応用できればいいんですけどもね、今いただいた、その、自分が社員料として与えられたところを、第三者に貸すっていうのは、これは、多分、会社的にもね、懲戒ものだと思いますし、法的にも、かなり重い罪になるんじゃないですかね、これは。いや、これはなかなか、シークレットにした方がよろしかったような気がします。 まあでもねこういうふうなことをしてお金を稼ぎましたっていうふうな体験を話すことによってあこれはね問題があるんでダメですよとかこれを応用してこういうふうに別の形でやっていきましょうっていうふうに横滑りするのもまあ一つのアドバイスなんですよね。でその体験だけは全てではないんですけども例えば今この体験を私は聞いたわけじゃないですか。 でこういった話って結構あってですねあの他にも聞いたことがないわけではないんですけども、うん、会社としては自分の会社の社員に対して貸すということで、えー、賃貸物件を不動産屋からあ、まあ、借りてきたっていう形なんでまた貸しではなくって法人の契約でその法人に属している人に貸すわけですからはっきり言ってこの社員だったら誰でも貸せる状態なわけなんですよ。 でも、社員じゃない人が今回止まってるんで、これは不法侵入っていうことになるんですよね。あと、それに対して、まあ、タカさんが収益を取ってるってことだと、これは、あちょっとね、かなりやばい罪になるんじゃないかなと。まあ、いわゆる詐欺行為に近い形になるんですよ。つまりは、会社には自分が使ってると称して、で、自分はそこで収益を得てるわけですから、完全にこれ不法行為なわけなんですよね。 ですのでこういう稼ぎ方はダメだよっていうふうな例を、まあ、アウトプットすることになりますんで一つの事例としてねお役に立てるんではないかなと思いますまたこういうことをやろうとしてる人にもそれは危ないよリスクが高いよってお話しすることもできますまあ例えばね自分が借りてるところを、まあ、知り合いとはいえ他の人に貸してどんな問題が起きるかってことを簡単に考えてみるとそこでねなんか出荷が起きました火事ができました火事が起きた時にまあそのね またがしした人がまあ不注意でやったにしても、まあ故意でやることはないと思いますけども、これは高さんの責任になるわけなんですよ。で当然ですけども発覚すると会社の方は懲戒請求を高さんに対してしてきて損害賠償とかね、えそれからまあ騙して収益を得ていたということで刑事罰になる可能性もあるわけなんですよ。だからかなり危ないことをしていたねってことにはなりますね。えそれからですね、えー、何かね。 あの悪いこことを考えてる人がそこに来た例えば自己啓発セミナーに上京して受けたいよって人がそこを借りたとするじゃないですか。自己啓発セミナーが例えば反社会勢力と認定された場合は利益供与をしたのはタカさんとタカさんの所属している会社ってことになるんで会社が、えー、使用禁止命令やもしかしたらああ なんて法人格取り消しっていうことにもなるかもしれませんので莫大なですね負債を抱えていくことにもなりかねないなっていうところですね、うん、だからねその物件を人に貸すってかなり緻密にやらないといけないのとそもそも宅建の免許がないといけなかったりとかね厄介かこと多いんですよね発想はうん発想自体は悪くないですあの誰かに物を貸してでお金を得るっていうのは悪くないですただそれは自分のものももならいいんですけども 自分のものじゃないものを貸しちゃってるわけなんで、20、30、40、50に今回の件はね、うーん、かなり問題があるなってことで、危ない話を渡りましたねっていうようなオチになりますね。はい、ということで、今回の返信は以上になりますけども、あんまりこれ、今回はね、あの、いい話じゃなかったですね。高さんの経験としては、まあ、聞いちゃいけない話だったかなと。これはね、過去に遡って、最近の話だったら、まあ、この YouTube で話してることもありますんで、訴求して <laughs>、 <laughs> もしかしたら今からでも罪に問われる可能性がありますんで <laughs> ご用心くださいまあ随分前のことだと思うんで十数年前のことだと思うんでそうなるともう完全に時効は来てますけどね、うん、ただこういうことをしてしまった事実っていうのはあまりにもこう物知らずだったというふうにタカさんが見られちゃいますんでいやこれはやっぱダメでしょう <laughs> どういうことですよね <laughs> これは別に細かい法律じゃなくったってこんなことやっちゃダメだということでございますね <laughs> <laughs> 危ない危ないということを言わざるを得ないかなと思います。まあね、一つのエピソードとしてお話しくださってありがとうございます。いろいろこの中からでもね、学びが取れますね。はい、じゃあ、お疲れ様です。